大隅型輸送艦は、海上自衛隊が運用する輸送艦の艦級英語故障と、艦種記号では、戦車揚陸艦とされているが、同様の艦船は、他国海軍においては、ドック型輸送揚陸艦などに分類されている。大隅型一隻の建造費は272億円前後とされる。艦内コ部ブウェルドックには2隻の輸送用ホバークラフトを搭載しており、 大きな船体と見通しの良い全通飛行艦班のおかげでヘリコプターの発着も容易であることから従来の輸送艦よりも輸送、揚陸能力が向上した。陸上自衛隊の部隊であれば330名の1個、普通か中隊戦闘軍と装備品を搭載でき、民間時に輸送時には約1000名の乗艦が可能。また優れた医療機能も備えている。 海上自衛隊の輸送、揚陸艦艇部隊は、1 9 5五年、MSA 協定に基づいて、アメリカ海軍により供与された、汎用揚陸艇六隻、機動揚陸艇二十九隻によって、終艇隊を設置したことを端緒とする。続いて1六十一年には、やはり MSA 協定に基づき、アメリカ海軍の l s t 一級戦車揚陸艦三隻の供与を受け、 初代をお墨型用陸艦として第一輸送隊を編成した。その後、さらに国産の1500トン型3隻を地方隊向けに2000トン型3隻を第一輸送隊向けに建造、配備して海上作戦輸送能力を整備してきた。この海上作戦輸送は海外への進行に直結する海上輸送とは、 区別されており、日本国内に敵が侵攻してきた場合を想定して、敵の支配地域やその近傍に、陸上自衛隊などの部隊を輸送するものである。最初期計画では、1500トン型の大艦として、3500トン型輸送艦が計画されていた。その後、昭和62年度から平成元年度にかけて、従来の LST と同様のビーチング方式で、 速力16ノット以上、基準排水量5500トン、ヘリコプターの発着艦機能を保有する輸送艦の要求が計画されたが、これは実現しなかった。また、平成2年度計画艦として、基準排水量約9000トン、速力22ノットで50トン型クックを2隻搭載する輸送艦も検討されたが、こちらも実現しなかった。零計画では、 基準排水量約5,500トン、速力22ノットで25トン型クックを2隻、搭載する輸送艦1隻の建造が検討された。また、海上幕僚幹部では、平成4年度計画艦として、零三厨房計画で検討された案とともに、基準排水量5,700トン型で50トン型、クック1隻搭載の案が、訴状に載せられた。 しかし50トン型クック1隻では運用の柔軟性に欠ける一方、25トン型クックでは90式戦車を搭載できないことが問題になり、4年度計画艦は内局レベルで見送られることになった。そして平成5年度計画では、平成2年度計画で検討されていた艦を原型に、50トン型クック2隻を搭載する8900トン型輸送艦の 建造が概算要求された。上記のように大型輸送艦の建造計画はこれまで何度も頓挫していたことから防衛庁担当者は予算要求が難航するものと覚悟していたがちょうどこの時自衛隊カンボジア派遣に密着取材していた宮島茂樹が台風の中を難重しながら航行してゆく輸送艦おじかの写真を撮影し週刊 文春に掲載されたことで、大倉省主計局の担当者が、輸送艦を大型化する必要を理解するようになり、説得するのに役立ったという。これによって建造されたのが本型である。設計にあたっては、エアクッション型用陸艇の運用が前提とされており、艦の寸法の決定要因の一つとなった。速力に関しては、護衛艦とともに行動する、必要、 有事に共同運用されうる民間フェリーが高速化していること等を考慮して最大速力22ノットが必要と考えられた。在来型 LST ではビーチング用装備であるバウドア、ランプ、底の平たい艦艇が外洋航行能力を損なう要因になっていたのに対し本型では車両、物資等の揚陸をクックを呼び航空機で行うことから 高揚性と機動性発揮のため監視形状を通常線形に変更し、さらに推進性能を向上するため、海上自衛隊では初めてのバルバスバウが採用されたことで、速力、安定性等が大幅に改善している。船体設計は軍艦構造ではなく一般の商船ベースとされており、艦首の要病気も一般を用品である。収益時は、 赤色の艦艇塗料が喫水線化まで塗られていたが、収益後に喫水付近は黒色に塗り直されている。上肝肝は艦首いかり肝肝を除いて、ほぼ全長にわたる全通飛行肝肝となっており、環境構造物は右舷側に寄せたアイランド型とされている。電波ステルス性を高めるため、艦体、環境構造物ともに傾斜をつけ、 なるべく凹凸を減らした平面で構成されている。また海上自衛隊として初めてマストをトラス構造から筒型構造に変更した。上艦板のうち環境構造物より後方はヘリコプター艦板、それより前方は車両、資材用の艦板として使用する。ヘリコプター艦板の元第四艦板後部には 長さ60メートル幅15メートルのウェルドックがあり、ここに搭載された各種集停は、完備にある下品ン式の扉から直接会場に出入りさせることができる。諸外国の場合、この規模のドック型揚陸艦では、船体全部に大型の上部構造物を作り、ここにヘリコプター格納庫を設置する例がほとんどであり、全通飛行艦板にしたことで、 かえって航空機運用能力を損なっていると批判する意見もあった。しかし本型の場合、陸上自衛隊の輸送ヘリコプターによる揚陸が重視されたことから飛行艦班長を最大化するとともに、艦上での飛行作業に不慣れな陸上自衛隊のパイロットの安全を確保するため、艦上で最大の障害物である環境構造物を右側に乗けるように配置した結果として、 空ーボに似た、全通飛行艦艦船形となったものであった。また来たるべき、DDH 後継艦、出雲型を意識したものともなった。主機艦はとはだ型補給艦のものが概ね踏襲され、三井造船の 16V42MA がタブイ型16、気筒ディーゼルエンジンを1機ずつ、計2機、両弦二軸,軸に配している。機械室は一区画構成とされている。推進機としては、 護衛艦以外として、初めて可変ピッチプロペラを採用した。また出入口の支援が得られない港湾での接岸のため、バウスラスターを装備し、CPP と組み合わせて、ジョイスティックを操作することで接岸が容易となる、よう出入口支援装置が装備された。最上艦盤前半部のほか、艦隊内の 第4甲板にも長さ100メートル幅13メートルの車両甲板が設けられており、車両は艦隊両限の高さ7.6メートル幅5メートルのサイドランプから車両甲板に直接出入りする。第1甲板と第4甲板の間の車両上げ下ろしには、第4甲板の車両甲板全端エレベーターと環境構造物広報エレベーターを使用する。収容能力は、 下表の通り、なお戦車は第4看板にのみ搭載可能である。また戦車を搭載した場合、第4看板へのトラックの収容能力は減少する。第4看板の車両看板は、全部エレベーターの前方部分を除く、大部分で2看板分の高さを確保しており、その上の第2看板はギャラリーデッキを形成している。第2.3看板には、乗員用居住区とは別に、 数区画に分けられた陸自隊員用の居住区が設けられており、一隻で完全武装した陸自隊員330名と戦車などが相当する中隊戦闘軍を輸送できる。第一輸送隊に所属する3隻の全力なら隊員約2000名、戦車1個中隊、特化1個大隊などの普通化連隊、戦闘団半個の輸送が可能となる。また、 被災者など民間人を輸送する際には、車両甲板などのその他スペースも活用して、最大で1000名を収容できる。大隅と、クックウェルドック内で重列に収容されたクック、厚見型や三浦型など、海上自衛隊が大隅型以前に使用してきた、輸送艦は物資を揚陸する際に直接砂浜に乗り上げるビーチング方式を採用していた。 しかしビーチング方式では、揚陸的地が限られる上に高速力の発揮が限られ、また、風浪階級が2を超える場合は、波打ち材の砂が移動するために、ランプウェイの設置状態が不安定となりやすく、揚陸時期も左右され、機動性、揚陸的地選択の自由度に劣っていた。大み型では管内に2機を搭載する、エアクッション艇1号型を使用して、揚陸を行う。 b ーチングでは、揚陸に利用できる海岸が、世界の海岸線の15%ほどだったのに対して、ホバークラフトによる揚陸では、世界の海岸線の70%程度が、利用できるとされる。また、従来用いられてきた、上陸用集艇の設計を踏襲した、交通線2 1 5 5型も搭載できるが、こちらは普段は、呉基地での校内支援任務に従事している。 終点に車両を搭載する場合は、第4看板全部の車両看板から直接に自走して乗り込む。資材の搬入、搬出は、環境構造物、煙突横に設置されたクレーンで行うこともできる。クックやアブナナを運用する場合は、完備門批を開くだけで良いが、交通船などの在来型終点を運用する場合は、バラストタンクに注水して、完備を下げることで、 ドックに海水を導く必要がある。船体姿勢制御のためのバラスト水は約1300から3000トン搭載できる。ただし現状ではバラストポンプの能力不足のため、艦尾側水深を2.4メートル程度とするためには、注水に約1.5時間を要する。なお、アメリカ海軍のホイットビー、アイランド級ドック型揚陸艦では、 本型の約2.2倍の大きさのウェルドックに対して、超排水のため12,860トンのバラスト水を搭載し、超水は15分、排水は30分で行えるとされており、超水時の水深は、干首側では1.8メートル、完備側では3.0メートルとなる。クックは大量の兵員や、重火器等を搬入する能力が低いこと、また、 同規模のアメリカ海軍ドック型揚陸艦がクックを3隻搭載しているのに対して本型の搭載数は2隻であることから従来の LST が揚陸艦としての機能に重点を置いていたのに対し本型では輸送艦としての機能に重点を置いているとも指摘されている。また当初戦能力強化の必要からまず平成26年度の大隅の定期点検において クックのスカート部分の回収に伴う、不要高度上昇に対応するためのウェルデッキ、天井ブクレーン撤去と、アブナナ水陸両用装甲兵員輸送車運用のためのクック甲板中央部分への滑り止め施行が行われた。さらに、次回定期点検時には、第1エレベーターの耐火重向上や中排水能力の強化、管備門扉の開閉機構の強化や、 飛行艦板への耐熱塗料試行、クック艦艦内バターボードの追加試行などが計画されている。ヘリコプター用の格納庫やエレベーターはなく、固有の搭載機は持たない。必要に応じて、陸上自衛隊の輸送ヘリコプターを搭載、運用するとされており、航行しながらヘリコプターを発着艦させる、軌道揚陸船ではなく、漂白内視秒迫状態での、 海上作戦輸送方式が前提とされた。ヘリコプター艦艦には CH-47 輸送ヘリコプターの中期スポット、発着スポット各1個が設定されている。艦艦にはアメリカ海軍の航空母艦や強襲揚陸艦、ヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦と同じ滑り止め材が施されている。全艦艦の車両用エレベーターは H-60 系ヘリコプターの要項に対応しており、第4看板の車両看板を航空規格納庫として転用することができる。この場合、ローターブレードをすべて取り外す必要があるため、エレベーターでの要項状態と飛行可能状態との間の転換には相当の時間を要する。スマトラ沖地震被災地への人道援助活動のため、三番艦、国崎が 陸上自衛隊のヘリコプター5機を搭載し派遣された際には UH-60JAA はブレードを外して第4艦班の車両艦班に収容されたものの CH-47JAA は防サビシート等で梱包されて上艦班に搭載された航空機整備能力は持たないため u h 6 0 j a の整備は知らねがたヘリコプター搭載後衛艦 クラまで行い、陸上自衛隊の CH-47 については、派遣期間中、点検以外の整備はできなかった。1番艦、大隅には、外洋航海やヘリリ着艦時の安定性を向上させるフィンスタビライザーが、政治的判断から装備されず、2番艦からの装備となった。後に、平成18年度防衛庁予算において、 国際緊急援助活動に対応するための大型輸送艦の回収費としてスタビライザー、取り付け回収費用が予算化され、同時に航空燃料の容量も増大される。収益当初にはなかった戦術広報システムも搭載された。2013年6月14日に実施された日米共同演習ドーンブリッツ13においてアメリカ海兵隊のメガボルトマイナス22、 ビーオスプレーが下北に着艦している。また、平成26年度以降、オスプレーの運用に対応した回収が計画されている。防衛庁での計画段階では、上艦ン全端に7 6ト、mm、ル砲一機を設置することとされていた。しかしその後、大倉省との予算折衝の過程で、その他の全艦ン装備とともにすべて後日装備となり、二千十九年、 現在、実現していない。2014年11月に、陸上自衛隊西部方面隊の主催する大規模、当初奪還演習である、鎮西26において、西部方面特化隊の装備する、多連装ロケット砲システムを、下北艦板上に展開、艦上射撃準備訓練を実施している。環境構造物内の第一艦板レベルに手術室、歯科診療室、 集中治療室、病床を備えており、これは登場当時、自衛官として最も充実した医療能力であった。また他の護衛官同様に、船体設備には海水淡水化装置も備え給水などにも転用できる。スマトラ沖地震直後の国際緊急援助隊派遣の後、 2005年6月には、下北の車両甲板場で、陸上自衛隊の野外手術システムを展開する技術試験が行われた。2006年度には、野外手術システムの電源を館内から取るための改装が順次行われ、複数の野外手術システムを展開して、医療機能をさらに増強できるようになった。2013年8月には、下北に、 陸上自衛隊の野外手術システムを搭載し、災害派遣医療チームやドクターヘリとも連携して、病院船の実証訓練が行われた。大隅型は、その多様と能力を活かして、自衛隊海外派遣や災害派遣などの戦争以外の軍事作戦にも利用される。大隅が1999年9月、トルコ北西部地震の被災者救援のため、補給艦、時は、 総会母艦、文豪を伴い仮設住宅、テント、毛布等をイスタンブールに輸送した時には歴史的に大国ロシアの圧力を常に感じていた同国民はバルチック艦隊を破った日本海軍の末裔が我々の救助に来たと歓迎したという。また2002年には東ティモールへ PKO 部隊を輸送した。二千四年にはイラク復興支援法に基づき陸上自衛隊が イラクで使用する軽装甲機動車や給水車など車両70台を護衛艦ムラサメによる護衛の下で輸送している。下北はテロ対策特別措置法に基づき対応国陸軍工兵部隊と建設用重機をアフガニスタン近縁のインド洋沿岸へ輸送しており、国先も2004年末に発生したスマトラ沖地震被災地への人道援助活動のため、 国際緊急援助隊派遣法に基づき護衛艦、クラマ、補給艦、時キワと共に派遣された。援助物資のほか、CH-47JA3 機、UH-60JA2 機を輸送し、海上基地としても利用された。東日本大震災に対する災害派遣においても、その輸送、揚陸能力を活かして出動している。 艦が直接接岸しての物資陸揚げのほか、港湾施設が使用不能となった地域では、クックによる揚陸も行われた。また、車両甲板に入浴設備を設置しての入浴支援や、健康調査など、多彩な支援活動が行われた。3隻が建造され、全艦が、呉基地の総会体軍令下、第一位総体に集中配備されている。ありがとうございます。